ハローワールド、漫画先輩だよ。漫画先輩は今回はテンションが若干高いよ。なぜなら質問とかが来たからだね。ありがとう嬉しい。ちゃんと見てくれてる人が世界にいるということは嬉しいですね。ジョシュア君からね、来たわけだよありがとうジョシュア、君は漫画後輩だじゃあ漫画後輩第1号の質問に答えていこうじゃないか。今日は早速今までの流れを全て無視してね、そんなコーナーあったのかと、ね、質問コーナー待ってるよみんな。どんな質問もみんながね、日本風の漫画を、日本式の漫画を描くときに詰まっていることは僕はよくわかっている。じゃあそれは何に詰まっているのかぜひ教えてくれ。僕は何が知りたいのかが知りたい。ね、頼む。で、漫画先輩、僕は聖書についてもっと知りたいと言ってくれている。聖書ね、線の強弱をどこにつけるのか、物や服のディティールをどう足していくのか、影の目玉をどこに入れたらいいのかわからなくて時々混乱してしまう。僕が描いた漫画とかね、どうしたらよくなるか教えてほしい。クリストを使っているが、自分が描いた線は硬すぎてデジタルっぽすぎる。どうしたらいいんですかって聞いてくれている。そう、聖書について、つまり漫画、日本の漫画で言うと聖書、つまりペン入れだね。ペン入れはどの段階の話かというと、まず今やってたのが、ずっとやってたのがネームね。そして、下書き。そしてその後に、ペン入れ、インキングでしょ？インキング。についての話だと思っている。これはね、実はね、僕もね、すごい、これ初めの頃分かんなかった。何なんだろうと思って、漫画を一生懸命描こうと思うんだけど、やたら子供っぽい絵になるなって思ってたのが、何なんだろうっていうのがね、ずっと分かんなかった。アシスタント時代とかあるんですけど、デスノートみたいに書いてくれみたいなこと言われる。デスノートリアルめな背景なんで、これ何が違うんだと。こういうことだったのだというのをね、お話しするね。例えば僕、電信柱とかだと分かりやすいと思っているんだけど、君の街に電信柱はあるのか。電柱。ヨーロッパにはほぼないです。ヨーロッパにはほぼない。困った。しかし、ジャパニーズにはこれがよくある電柱。これはググってくれ。エレクトリックポールです。エレクトロニカルポールです。それは何かというと、まあ日本の街にはこういうものがですね、こういっぱいあるわけですよ。あ、こんなにでかくはないよ。まあでもこういうものを書いたとしたときに、やたらこれだとこの段階でノーリアリティで、これどういうことなんだろうと思っていて、でこれを書くときにジョシュア君に言いたいのは、結局強弱っていうのは光と影、ライト&シャドウ。でもライト&シャドウをどうやって入れるんだよそもそもって思ってると思うんだけど、まずこれは勝手にですね、こっちぐらいから勝手に当たってんだよと。さあ太陽が仮に仮定してしまう。でもそれで良いのだと。そしてだよ、その時にどっち側に影がつくのかということを意識して、まずポイントは影のところの線だけ描く。これだけでめちゃリアルになる。光が当たってる、ここいらない、ここもいらない、ここもナッシング、ここら辺は影になって、ここも光当たる。もうこの段階で結構しっかり見えてこない。これで十分リアルめな電柱に十分見えるんじゃないかな。見ようと思う。リアル。そしてもうちょっと言うなら、影の部分をもうちょい太く、影の部分の線を太くしていく。そしてプラス、そうは言っても光めっちゃ強ければ、ストロングライトだったらこうだけど、まあそんなに強いこともなかろう。だからそれなりに見えて、まあそんなに完全に消えちゃうほど光当たってないから、ウィークライトだから少しは見えるわけ。だから光当たっているであろうところは細くナローラインで、影の方のラインは強くストロングライトとかも、もうちょっとこうね、影のところに出てくるディティールを追加していくと、どんどんリアルになっていくぞ。でさらに言うと、例えばこういうところね、まあだからディティールだよね、ちっちゃいところ、こういうのも、これももう全く同じ、光の影の部分、こういうところだけシャドウ部分だけをこう書いてやればいい。そしてここら辺とかも全部飛ばす、なくていくし、で、こういうのが、こういう風にしか見えないと思う。もうでもこれで OK。もう意外と光の当たってるところは、イメージで人間を補完して見てくれるので、影の部分だけ描いてあげると、とってもリアルになるんだぜ。そして、ディティールとかですね、素材感ね。素材によって、ここに出てくる線の凸凹が違う。これがもし、例えばこれが毛糸でできてたら、ね、ウールだったらですよ。ここはもっともっこ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 っていう線になるわけですよね。しかしこれはコンクリート。なので、コンクリートの場合は、まあ、っていうまっすぐな線で大丈夫だし、しかし昔ね、これね、木の電信柱もあったの。ウッドタイプ、木とかでウッドタイプだったらもちろんウッドの木目とかがこういうところに出てくるよね。それがほんのちょっとした些細なところなんだけど、その木目の質感っていうのはこういうナローラインにこそ現れてくる。というわけで、それを人物に合用するとどうなるかということを言うと、キャラクターね、同じことだよね。キャラクターこうあったと、あ、ジョシュア君が描いてたやつとかすごい良かったよ。こうなったら光当たる、さサムライ、どこにシャドウ出るのか、ウェア、イズ、シャドウ、こういうところ、ちょっと太くする、リトル、アリトル、ボールド、
これだけでもぐっと違ってくる。こういうところもほんのちょっとこう入れる。例えばこう襟カラー、ほんのちょっとここにアリトルシャドウ、逆に言うとライト当たるここ薄くなる。なるほどなるほどなるほど。ここは影になるからちょい太くてもいい。ここら辺は影影影、ここら辺は光当たる。なるほどなるほど。こんな感じでやるとリアル一気くというわけで、質問をいただけると喋ることがいっぱいある。ありがとう。次回に続きます。PC でご覧の方は右下にいいねボタンが、スマートフォンでご覧の方は画面下の赤いボタンをプッシュ、プリースお願いします。じゃあまたねー。